ここら辺に毒ダミがいっぱい生えてるんですけれども、飼っても飼っても常に出てきちゃっていて、すぐになんか元通りになっちゃうっていうのが悩みです。シャベルで根っこから掘り起こしたり、根っこからこう切った形で処理をしてるんですけれども、それでもなんか元からなくなってくれないっていうのが悩みです。除草剤はなんか結構隣のお家の草だったりっていうのに影響があるのかなっていうふうに思ってしまったり、他の食物を植えた時に影響が出てしまうのかなっていうのがちょっと気になってます。なんか除草剤っていうとなんか結構強いイメージがあって、なんか他の食物も本当に殺しちゃうのかなっていうふうに思ってたり、あとなんかもう二度と植物入ってこないんじゃないかなっていうイメージがあります。可愛いですね。なんかすごいボタニカルな感じの、見た目がすごいおしゃれでいいかなっていうふうに思います。あんまり毒々しい感じでなくて、あんまり除草剤って一言言われてもなんか、あ、そうなんだって感じがします。水撒いてるみたいな感じの描きやすいです。なんか除草剤使ってるような感じはしないです。除草剤って結構細かく撒くっていう感じのイメージだったんですけど、なんか水を撒くみたいな感じのイメージで撒けたので、すごい使いやすいなって思ったのと、家で簡単に使えるイメージでした。デザインもすごいおしゃれなので使ってみたいなって思いました。